こんにちはローファイクラブのリュウですよろしくお願いします今回ローファイトーク第2回目の配信となります <music> このローファイトークねあのまあ今回2回目なんだけどもあの5月の半ばにね実はローファイトークまあ最後にやって で、今回で終了ですというか、まあ、リニューアルしますよっていうことで、まあ、リニューアル期間に入りますということで、1ヶ月半とか2ヶ月、ちょっとお休みさせてもらってたのね。で、結局、このローファイトーク再スタートをしたんだけども、あの、<laughs> まあ、みんなもね、見てわかってると思うけど、何もね、変わってないと。まあ、何もリニューアルされてないわけなんですよ。で、このね、休んでた1ヶ月半とか2ヶ月ね、 まあ、サボってたわけじゃないんだよね。まあ、待って、ああな、どうだろう。っていうかね、まあ、サボってたと言われれば、まあ、ローファイクラブに関しては何もね、特にしてないんで、まあ、サボってたように見えるんだけども、とは言っても、このね、2ヶ月間ぐらいはね、まあ、仕事だったり、まあ、家族のことだったり、あとまあ、バンドだったりとか、まあ、あとはね、ちょっと詳しいことは言えないんだけども、まあ、今後ね、ちょっと新しいプロジェクトを始めるんで、 まあそのね、なんかこういろいろ話したったりとか、まあいろんな案件がね飛び込んできて、すごく忙しかったんですよ。で、まああのー、そしてこれからがその案件の本番になるんで、さらに忙しくなるんだけども、まあね、全部話すとちょっと長くなるんで、今日はそのね、案件というかいろんな話がある中の一つ、まあ僕がやっているバンドアウトオブバウンズの今後についてね、ちょっと話していきたいなと思っています。 5月にね、半年ぶりにライブをね、やったんだけども、その後ね、予定が何もなかったんで、またね、この、アウトオーバーンズの活動がね、半年とか1年とか2年とかね、活動しなくなるのかなーなんて思ってたんですよ。でもね、アウトオーバーンズ、やるときはやるバンドですよ。あの、まあ、やらないときはね、何年も活動したいんだけども、6月に入ってね、バタバタバタっとこうね、ライブが決まったんですよ。 で、9月、10月、11月とね、ライブが決まりました。えー、っと、まあ決まったんで、まあこれ決まった後多分またもう、うん、11月以降はライブ <laughs> 多分やらないと思うんで、ぜひ皆さん来てほしいななんて思っています。またね、日一が近くになったら告知をするんだけども、まずね、9月の7日。 白楽ブリックストンマーケットで、ブルジョワ・キルズとのツーマンをやります。えー、っと、ツーマンなんですよ。ブルジョワ・キルズとアウト・オー・バウンズの。アウト・オー・バウンズファンがいないのにいいのってちょっと思ったんだけどもう、まあ、ツーマンなんてやったことないんで、すごい楽しみにしています。まあ、このね、ブルジョワ・キルズとのツーマンはもう、あの、SNS とかで告知をしてるんで、まあ、ホームページも書いてあるんで、ちょっとそっちを見てもらって、 てくださいで、えっ、ー、と、こっからがちょっとね、あの、出演バンドとか、まあ、ライブの時間とかね、ちょっと詳細が決まってないんで、詳しいことは言えないんだけども、10月の、いつだっけな、10月の20日だったかなに、えっ、ー、と、こちらもね、白楽のブリックストンマーケットでライブをします。ただ、このライブちょっとね、特別なライブで、あの、マレンシアからコメディアンがね、 ちょっと来日するんですよ。で、そのコメディアンの、まあ、コメディショーがメインのイベントになるんで、そのコメディとコメディの間の中で、まあ、アウト・オブ・バーズがちょこっとこうね、演奏させてもらうという形のライブになります。ちょっと変わったライブなんで、あの、ぜひね、来てほしいなと思ってます。まあ、ちょっと、うん、詳細が決まったらまたお知らせをします。それで、えっ、ー、と、11月の30日に、 言と、不器町、猫屋でザタコメーターズ企画に出演させていただきますっていうことで、まあ今んところこの3問が決まりましたってことで、あとね、今年はちょっとレコーディングをする予定なんで、ちょいちょいこう告知することが多くなりそうですっていうことで、今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは。